五越春秋は五漢初期の徴用によって表された春秋時代の暮と古紙の工房に関する歴史書四古前書では初め期に分類している春秋時代の暮れ古紙について書いたもう一つの書き物である古紙絶書の方が少し青書年代が早く五越春秋の記事の中には古紙絶書をもとにした箇所が多くあるという作者の徴用はかつて 古志国に属した会計軍参院権の人で、はじめ権利の職についていたが、官職を捨てて、森部に、藩士を学び、その後も生涯主観しなかった。著作には他に、司祭歴、神縁があり、西洋はこの書を、大水流、論考より優れていると褒めたという。また、随所によれば、徴用の著作として、藩士府二巻と、し見泉一巻があったというが、 五越春秋以外は伝わっていない。徴用の生卒年は不明だが、森部が没するまで20年間学んだこと、森部が検証年間に没したことから、概ね一世紀後半から二世紀前半に活動した人と考えられる。五越春秋は、随所形跡史によると12巻であるが、数分総目によると、後に用方が五越春秋を削って5巻とし、 当の候補したがうが徴陽と用方の二章をもとに肯定した上で中を付けたという。原稿本は候補したがうの本に基づくと言われている。原稿の五越春秋は十巻で前半が五の歴史、後半が越の歴史になっている。いずれも変年の通史であるが、呉れでは考慮、不佐、越では高線の記事が大半を占める。なお、牧さんの 王領司考司考伝は大部分がご師書が祖から、亡命して放浪する話、および公司公が、公梁を暗殺する話で占められている。五大白伝、五王寿暴伝王領司考司考伝、皇梁内伝、房内伝、越王無余り、外伝光線入り新外伝、光線帰国外伝、光線陰謀外伝、光線抜くれ外伝理由は、明らかでないが、暮れと故事の戦いの重要な箇所が記載されていない。 五越の工房は、春秋サシ伝、国語、四季などの文献にも記されている。サシ伝には、五越の構想は散見しているだけであるが、国語、四季においては、その叙述はさらに整理され、詳細な内容となっている。特に、国語は、春秋に比べて、単に五越構想の経緯だけでなく、呉の古史に対する政策、古史の呉に対する政策を決めるにあたって、 それぞれの国の有力な大部の意見を記したこと、また大部たちの意見が載せられていることが特色となっている。ただ五夫妻はご司書の意見を受け入れなかったのに対して、越王高専は、判例の意見を尊重したという差が、両国の攻防を左右した一因であると受け取られる書き方となっている。しかしこれらの書物には、史実とは思えない、不思議な事柄や、占いに関する記事も、 多数記されているため、随所では雑誌に分類し、また、四個前書総目提要は、不快が多い、小説家のことに近いという、後世の小説や戯曲などに影響を与えている。伝統的には、腰絶書の方が、語越春秋より評価が高い。史実を描いた書物ではなく、文学として見ると、人物や、 情景の描写が巧みで、歯科を多く載せるなど、優れた点が見られる。このあたりは、腰絶書に劣らない特色であると指摘されているが、着目すべきところは、五越春秋の方が、腰絶書より明確で一貫している点であろう。腰絶書は、伝統的であるものの内容が雑然としているのに、対して、五越春秋は、暮れ、腰両国の工房史が変年体で整理されている。 また、その主題は復旧で、クレの場合はご師匠、古史の場合は高専が中心となっている。そして、高専の場合、復旧のために、国内改革や策謀による君主の集権化、軍事国家への道を突き進むことが、特に第十の滅亡以後の後実談で語られている部分は、得意である。他に、餓心章誕、泣かず飛わず、高都市して創句にらるなどの語は、書質ではないものの、 五越春秋にも見られる。元の大徳十年に、女高氏が女途中を加えた本が刊行され、現存する書本はこれを元にしている。四部総監書集の工事十四年本が、比較的良い本として知られる。他の書に引用されているのに、原稿本に載っていない、一文や、異文も多い。五越春秋秋高機構は、書本を比較し、異文、一文を集めている。 ありがとうございます。